だから、中国は、尖閣諸島に手を出せない。そんな言葉を目にするでしょう。現在の尖閣諸島に何が起きているのを、今回はいつもよりさらに深掘りして見ていきますね。石原都知事時代に尖閣諸島を購入していれば、こんなことにはなっていない。当時の民主党が間違った政策だね。中国からの指示を、そのまま真に受けた結果こなってしまった。当時、尖閣での拿捕の瞬間の映像を世間に公開した海保職員は勇敢だった。その勇敢さも忘れてはいけませんね。次の沖縄県知事にも変化が起きる。2024年7月2日から4日にかけての最大でおよそ42時間ほどにわたって、沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海内に、中国海警局の船舶3隻が侵入。今年に入って、通算で24度目の領海侵犯が行われたと海上保安庁から発表された。今回のケースでは、尖閣諸島の周辺海域の日本の領海内において、出漁した日本の民間漁船2隻を追って、中国海警備局の船舶3隻が、その漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったとめされており、まさに、こうした行いを常態化させている。最近の中国海警備局の、こうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻が1セットとして活動している状態が多かったため、今回3隻で領海侵犯を行ったということに、いかなる理由があるのかについても気になる点ではある。こうした尖閣諸島の周辺海域の日本の領海に対し、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では、先月の2024年6月24日以来とされており、今年は、すでに、通算で24度目となっており、月平均で、4回は、同様の事態が発生している計算だ。これら沖縄県の尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアとしている海上保安庁の部署は、沖縄県の沖縄本島に本部を構える第11管区海上保安本部になるが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けることを表明している。ここ近年は、海上保安庁の活動といえば、日本国内の大手マスメディアでも、このような尖閣諸島周海域における中国側の船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多く、日本の領土防衛の最前線に置かれている感も強いだろう。そんな海上保安庁であるが、その生い立ちを歴史の上から紐解くと、その創設は、太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年まで遡り、アメリカでは、軍隊の一種であるアメリカ合衆国湾沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置された。今でこそ、海上保安庁は、英語での名称は、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているが、これも以前からというわけではなく、当時の2000年まで、同組織を管轄していた運輸省が変更を表明して以後からである。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティーボードもしくはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーが当てられており、これが、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められた。その英語名称の改定の理由は、広く、日本国民に、海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことを目指し、同組織のロゴやそのマークを含め変更したとためと説明されており、まあ、世界的標準に合わせたと言うべきものなのだろう。さらに、2001年には、海上保安庁を管轄する主体が、運輸省から国土交通省へと変更されたことも手伝って、以後の同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されることと相なった。日本における海上保安庁のあり方については、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されており、その最初の第1条において、活動領域は自国の領海、接続水域、排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えることができる。しかし、実際の海上保安庁法第1条では、現在は、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみであり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定されず、必要に応じて世界中で活動することが想定されている。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際には、県の第一条では、その活動の範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域という記述とされていたものであり、以後の情勢の変化から、今の表記に改定されたという経緯があった。それは、一例を挙げれば、大型巡視船として1992年に就役した際には、世界で最大の規模を誇った四季島に課せられた任務とも関連しており、当時の日本の原子力発電の施策を円滑に進める意図でもあった。当時の日本は、自国内の原子力発電所において発生した使用済みの核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管する体制を敷いていた。この状況から、日本では、原子力発電所の稼働を継続することイコール、プルトニウムと放射性廃棄物が増加するという状態であり、このうち毎社のプルトニウムを、再度燃料として使用するプルサーマル発方式の発電を行うこととした。そのために、日本へとプルトニウムを輸送する必要が生じ、それには、核兵器の材料ともなるとくる、そのプルトニウムを外敵から守る手段を講じることが必須となり、まず、イギリスからのプルトニウムの輸送には、同国の貨物船に武装要員を同乗させた。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事したが、ここでは、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上で、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられた。こうした流れから、以後は、日本が、独自に、プルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることとなり、ヨーロッパから、日本までのおよそ2万海里を、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められた。そこで、その目的の履行のために専用に建造されたのが大型巡視船の四季島であり、総トン数が7175トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 16.5 メートル、深さが 9.0 メートルという、就役時には世界最大の巡視船となった。巡視船四季島は、機関部にはディーゼルエンジン4機を搭載し、最大速力は25ノット、航続距離が18ノットの巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機を運用できた。ここに、兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機と、20mm バルカン砲を2機搭載し、これは、当然、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると言ってよい充実したものである。こうして建造された巡視船、四季島は、就役年の1992年11月に、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したが、以後は、プルトニウムの輸送が中止されたことにより、通常の巡視船として運用された。この初代の巡視船、四季島も、ちょうど、今年2024年4月には、老朽化の進行が、激しく退役をしており、当初は、改修工事を施して、就役年数を伸ばすことも検討されたが、32年に及ぶ就役期間を終えた。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だが、同組織は、2018年に、組織の再編を経て、準軍事組織である武装警察に連なるものとなっており、事実上の中国の第二の海軍というべき位置づけに変化している。日本政府が尖閣諸島の国有化を実行に移した2012年頃の時点では、保有する船舶の総数は、日本の海上保安庁側がおよそ50隻、中国海警備局側がおよそ40隻と日本側がリードしていたが、今やその数は完全に逆転されてしまった。この2024年時点では、海上保安庁の保有する船舶の総数はおよそ70隻ほどだが、中国海警備局の船舶の総数は、実に160隻に迫らんとするまで増強されており、この12年間で、4倍もの数に及んでいるとめされている。ただし、日本にとって幸いなことは、中国は、
尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海においても、複数の周辺国と軋轢を強めているため、中国海警局の船舶のすべてが日本に向けられたものにはなっていない点だろう。しかし、いずれにせよ、中国側が中国海警局の船舶の数を含め、体制を強化することに対処するため、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めざるを得ず、人員をはじめ、多くのリソースの拡充に予算の増加を強いられていることには変わりはない。今、まさに、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である。F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型、通常離着陸機型と B 型、垂直短距離離着陸機型、および C 型、艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント、ストライキ、ファイターの略称、JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は、ストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、
コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新田原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練、フィールド、カリー、ランドイング、プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていた。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は第5空母航空団の FA-18E、FEA-18 ギガ、E-2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に、FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲、片空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際には、アメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に、米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲、型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-35A や F-15J が、短い滑走路しかなくて、離着陸不可となるような小さな島嶼でも離発着が、可能な固定翼戦闘機として、使用可能であるとして、
南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。